はいどうもこんにちは、サクと申します。今日はですね、ユニクロは着るな、ユニクロを着ると人生がうまくいかなくなる理由についてお話しさせていただきたいと思います。私はですね、新卒で4年勤めた会社を退職して現在フリーランスとして活動している27歳でございます。日々ね、好きな洋服を着て、YouTube を撮影できていることに小喜びを感じて生きております。この YouTube チャンネルでは、会社員から、フリーランスになった私が、会社に属さなくても生きていける知識や経験と、あなたらしく生きる働き方について、あとはたまに、自分の好きなファッションのことなど、自分らしく生きるにはというのをこうテーマに情報発信をしております。あなたらしさをね、見つけるための知的教養チャンネルとして動画を毎日18時に更新しておりますので、動画を最後まで見ていただいて面白いと思ってくれた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日はですね、ユニクロは着るな、ユニクロを着ると人生がうまくいかなくなる理由についてお話しさせていただきたいんですけども、そもそもですね、ファッションがこう大好きな、人間として、こうユニクロをね、というユニクロというブランド自体をこう完全否定、したいわけではないんですよ。私自身ね、家にユニクロもあります、正直言って。まあ、めちゃくちゃ頻繁に来てるかって言ったらそうでもないんですけど、家にはあるっていう感じだし、あとはね、価格の割にやっぱ品質は、こう、服好きから見ても、すごいなと。ドメブラで何万もするようなシャツと、かなりね、クオリティ近いけど、何千円で買えるとか、本当にね、こう、なんだろうな、おしゃれが、すごく手の届きやすい世界になったなって、本当にこう、ユニクロさんが、こう、ファッション業界に与えた影響ってめちゃくちゃすごいと思ってるんですよね。だからこそ、まあ、ユニクロがね、すごいっていうのは、こう、周知の事実だと思いますし、僕もそういうことは、理解してるし、ユニクロさんにもお世話にはなっています。なので、だからこそ、こう、ちょっと今日お話しさせていただきたい内容としては、ユニクロがすごい、品質も最高っていうのは分かってるんだけど、ユニクロだけ着ていると、まあ、人生がやっぱうまくいかなくなるよっていうところを、伝えていきたい。まあ、一つの考え方にね、ちょっと触れてほしいなっていう、動画でございます。まあ、ユニクロをね、こう、愛してるお金持ちもいるので、なんかね、やっぱユニクロだけでこう、どうこうっていう話ではないんですけど、でもね、一つの考え方として、ちょっと意識してもらえたら嬉しいなというふうに思います。まあ、そもそもね、こう、前提として、こう、人生うまくいくために、服だけ変えたらいいかって言ったらそんなことないですよね。あなたが努力することから逃げてはいけないっていうのは前提としてあるんですけど、こう、服飾のちょっと観点からお話をすると、本物のブランド、要はハイブランドと呼ばれるようなブランドを、こう、には、そのブランドのみに、こう、備わったオーラっていうのがあるんですよ。で、本物を身につけること自体に、こう、価値があるかなというふうに思ってます。で、一流のブランドっていうのは、そもそもね、着る人を選ぶ、んですよ。まあ、なんかね、ユニクロみたいに、こう、大衆向けとか、誰彼構わずってわけじゃなくて、やっぱりブランドが、これはね、ほんとオーラの話にはなるんですけど、こう、やっぱ着る人を選ぶっていうところはあります。で、当時、僕、23歳で、初めてね、ハイブラのちょっとアクセサリーを一つ買いました。まあ、エルメスっていうブランドでも皆さんご存知だと思うんですけど、当時ね、23歳かな ?22、3歳ぐらいで、エルメスか、22だったかな、まあいいや、ブランド買いました。で、まあ、その当時ね、なかなかの値段はしたんですけども、まあ、自分自身ね、成長のためだとか、この YouTube ね、始めた一番最初の動画、確かエルメスを、紹介してた動画かなと思うんですけど、当時ですね、なんか、変な T シャツに、短パンでそのエルメスを紹介してて、まあ今もね、こうおしゃれするときとかつけてはいるんですけど、やっぱ当時、エルメス、まあ今もね、まだまだかもしれませんけど、やっぱ特に当時は、こう22、3歳の自分に、エルメスは、かなり釣り合っていなかったなというふうに、今振り返って思います。まあ、あれはね、こう、エルメスを先に置いて自分がそのエルメスについていく、追いつけ追い越せの精神で頑張るっていう意味を込めて買ってるので、まあそこはね、自分的には良かったんですけど、まあ、当時のね、自分にはまだ、なんか、左手につけてましたけど、左手がすごい浮いてる感じが、なんかありましたね。で、なんか、この、高いブランドを身につけなさい、着なさい、これ見よがしに、で、自慢しなさいって言ってるわけではないんですよ。まあ、全身、例えばね、ハイブラ男がこう、懸念されてるのもわかるし、僕もそういうファッションはあんまり、自分自身好きではないので、まあ、いいかなと思うんですけど、ただ、一流の人、要はその、まあ、すでにね、結果出してる、成功している人っていうのは、こう、はい、対話する相手の服装とか着こなしとかってやっぱそれとなく見てるんですよね。まあ、ズームだとこう特に上半身しか映ってないかもしれないんですけど、例えばね、
リアルでお会いした時にはこう相手の足元を見る、要は革靴とかね、靴何履いてるかなとか、綺麗かなとか、手入れされてるかなとか、かかとすり減ってないかなとか、あとはメガネは信用の一部なんで言葉もあったりするように、まあ僕もね、そういうなんか商談というか、なんか大事な人と会う場ではちゃんとこう、オールデンっていうこうね、僕の大好きな革靴のブランドがあるんですけど、そういうちゃんと手入れしてるものを履いていったりとか、意識しています。足元は見られているっていう意識を、まあ、こう細部にね宿らせることが大事かなというふうに思いました。まあ、無意識はダメっていうことですね。別にその値段はどうこうとかではなくて、ちゃんと3万円とかでも、まあちゃんと手入れがされたらいいかなみたいな、そんなイメージですね。で、まあ、外見がまあぶっちゃけ全てではないんですけど、やっぱ外見にこうその人のその文化レベルだったりとか、知的レベル、あとはその革靴の話で言うと、その細部までこだわれるかみたいなところって絶対に宿るんですよ。だからユニクロを着続けるって、まあ、めちゃくちゃいいことではあるんですよ。ちゃんとあの、なんだろうな、こう安くね、あの品質高いものっていう意味ではいいんですけど、ユニクロを着てるあなたっていう評価がどうしてもついちゃうんですよ。まあパッと見てね、ユニクロか分かるかっていうとはちょっと微妙かもしれないけど、でもそういうところで、例えば全身ユニクロのシャツ、ユニクロのジャケット、ユニクロの、パンツ、ユニクロの靴だと、相手がこう対峙してみた時に、あ、ユニクロを着る文化レベルの人なんだっていう認識になるんですよね。まあ別に、だからハイブラを、なんかね、下品に着てたら、それも逆に低評価になるかもしれないけど、やっぱこう小物一つでもちょっといいものを持つとか、まあ、ジャケットにはこだわるとか、シャツもね、こだわれるんだったらこだわる。まあ靴なんてね、特にこう、そうだと思いますけども、まあ、そういうところで、相手とね、対峙した時に、外見でね、やっぱ評価される部分があるんですよっていうところで、ちょっと伝えていきたいなというふうに思います。だからこそ、こう、その、ユニクロを着続けると、まあ、確かにユニクロって安心すると思うんですよ。洗濯もできるし、安いし、汚れでもいいし、日々ね、着てるから楽っていう、楽着のイメージもあるかなと思うんですけど、まあ、それ、ユニクロを着続けるってことで、やっぱりそれ以上に自分が成長しない、上がんない、要はコンフォートゾーンから抜けてないっていうことになるんですよね。まあ、コンフォートゾーンって自分がこう、居心地のいい場所というか、安全地帯というか、だから、なんかそこで成長を止めてしまってるかなというふうに思います。正直ですね、たまにこうハイブラをね、試着してみても、なんか自分にはしっくりこない、ユニクロでいいやっていう方もいると思うんですけど、それって当然で、やっぱハイブラとか普段着慣れてないと、そのユニクロを普段着てる人がハイブランドをいきなり着ると、皆さん服のコンフォートゾーンからも外れてるんですよ。要は居心地の悪い服を着てることになるんですよね。だからハイブラもう着たくないわ、ハイブラいいわっていう人もいるかもしれないんだけど、そのハイブラを次自分のコンフォートゾーンに移していかないと、結局自分のコンフォート、落ち着く場所でユニクロ、要はユニクロ並み、ユニクロ並みって言ったらちょっと失礼になるかもしれないけど、ユニクロ並みの人で収まってしまう。要はハイブラを着れる人にはなれないっていうところですよね。でこれって別に洋服だけの話じゃなくて、こう例えば飛行機、ファーストクラスとか、ビジネスクラス、エコノミークラスとかいろいろあると思うんですけど、まあ、普段ね、エコノミーに乗ってる方が多いかなと思います。で、ファーストクラスっていうのも、最初はやっぱめちゃくちゃ居心地悪いんですよ。なんかね、緊張もするし、それこそパーティーなんかでもいいですね。パーティーとか、ファーストクラスとか、要はお金持ちとかが集まってる場所。自分はお金持ちじゃない場合、すごい居心地が悪く感じるんだけど、でもそこで、例えばファーストクラスの人の、たしなみ方を見るとか、パーティーではこういう振る舞いをするのか、どういう服装で参加するのかとか、そういうところがめちゃくちゃ勉強になるんですよね。で、居心地のいいコンフォートゾーンから出ている証拠にもなります。居心地が悪い空間、居心地が悪い体験をするというのは。で、最初は、こう、高級ブランドとか、そのね、一流ブランド、ファーストクラス、全部ね、居心地悪いと思うんですけど、やっぱり特にファッション、このブランドにおいては、こう一流のブランドを着ることでしか、理解できないね、機会とか経験とか高揚感ってめちゃくちゃあるんですよね。その経験が次、じゃあ例えばエルメスを着ました。エルメスめちゃくちゃいいな。で、エルメスを次また着れるように頑張ろうとか。っていう風にどんどん自分をレベルアップ成長させていくことができるんですよね。高級ブランドを着ていることが当たり前の自分になるためには、やっぱりまず高級ブランドを着なきゃダメだよねって。まあ形から入るじゃないけど、知らないと、そもそも知らないと着ようとか着たいとか思わないじゃないですか。ね、ファーストクラスっていうのを、まあ、なんかね、言葉では聞いたことあるかもしれない。エルメスっていうのを着たことないけど、言葉では聞いたことあるかもしれない。でも、着てみたりとか、体験してみないと、あ、次もやってみたいとか、もっとやれるように、もっと着れるように、もっと、使えるようにとか、思わないじゃないですか。だから、やっぱ最初に自分が、そのユニクロ以上、ユニクロの
ステージを上げる、ユニクロからステージを上げるには、まあその一流を身にまとう。まあ、最初は居心地悪いかもしれないけど、自分で経験する、体験するっていうのがすごい大事かなというふうに思います。経験しないとね、だんだん欲望のない人間になってくるんですよ。僕最近ね、よく見るのが本当にこう、お金とか稼ごうと思いません。なぜなら、こう別に自分やりたいことないんですよね。人並みに暮らせたらいいんですよね、とか言う人いると思うんですけど、その人たちって、なんか一見、こう、なんだろう、ね、自分ってそんなにこう、高飛車な人間じゃないですよ。わかんないけど、どういうね、アプローチなのかわかんないですけど、本当に欲望ないだけかもしれないんだけど、僕は、ああいう人たちって、今までの経験が浅いから、知らないだけだと思うんですよね。要は、一流ホテルに泊まった経験もなければ、超高級ファッションを身にまとっている経験もない。で、実際にそういう人たちの話を聞いてる横で、その人の服装とか見ると、やっぱ大したことない服装なんですよ。見た感じだと。で、そういうことで、やっぱりこう、経験してないから分かってないだけでしょ、あなたみたいな。で、そういう、なんかこう、胃の中の蛙状態でいるのって、やっぱりダメかなと思うので、僕自身もね、日々、経験、新しいものとかたくさん積んで、どんどん自分自身ブラッシュアップしていこうと頑張っています。まだまだね、僕もこう、なんだろう、ファーストクラスに毎回乗ってるわけでもないですし、こうね、全服装がエルメスってわけでもないので、ね、もっともっとね、レベルアップしていかなきゃいけないんですけど、自分もコンフォートゾーンから外れるのに、そういう、経験をね、新しい経験、居心地の悪い経験をすることをすごい意識していたので、ぜひですね、皆さん、こう、2024年をちょっと体制していきたい、自分のステージワンランク上げたいっていう時は、日々ね、使っているものの、一流にね、触れるっていうことを、ぜひね、意識してもらえたら、ちょっと変わってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。では失礼いたします。